ズグロカモメは、超高地ドリモクカモメかクロイックセファラス属に分類される鳥類。大韓民国、中華人民共和国、台湾、朝鮮民主主義人民共和国、日本、ベトナム公会や北海沿岸で繁殖し、冬季になると、大韓民国や中華人民共和国南東部、台湾、日本、ベトナムで越冬する。日本には冬季に、 越冬のため主に九州に飛来するが、本州西部、四国、沖縄県でも少数が越冬する。全長29から32センチメートル。翌朝27から28センチメートル。翼海蝶87から91センチメートル。体重200から215グラム。頭部は丸みを帯びる。上面は炭性灰色。下面は白い。生死時には、 風切りは先端が白と黒の縞模様に見える。くちばしは太くて短く、色彩は黒い。孔子は脳赤色。夏はは、頭部が黒く、和妙の由来になっている。目の周囲は白い。冬はは、頭部が白く、目甲部に黒い反紋が入る。以前は、カモメ族ラルスに分類されていた。2005年に発表された。 カモメ科53種のミトコンドリア DNA のシトクロム B 及び制御領域の分子系統解析では、旧カモメ属がヒメクビワカモメを含まない、偽系統群という解析結果が得られた。この解析結果から、旧カモメ属を細分化する説が提唱され、系統関係は、不明な点はあるものの形態から本種のみで、ソンダーシラース属に分類することが提唱された。 バードライフインターナティナルでは2018年の時点で、クレメンツチェックリストでは2019年の時点で、本種をモノタイプとしている。一方で、IOC ワールドバードリストでは、系統関係が不明なことから2020年の時点で、クロイックセファラス属とする説を採用している。干潟に生息する。トビハゼなどの魚類、ヤマトオサガニなどの甲殻類、 五海類などの多毛類などを食べる。低空を飛翔し、獲物を発見すると急降下して捕食する。繁殖様式は乱生。植生のまばらな遠生出現に植物の茎を組み合わせた皿状の巣を作る。5月に3個の卵を産む。私有ともに放卵し、放卵期間は約22日。生息地では卵が食用とされることがある。 繁殖地である、中華人民共和国での都市開発や、農地開発、埋め立て、養殖地への転換などによる、塩ナス湿地の破壊、開発及び外来種であるスパルティナオルタニフローラの侵入による、スワイダ・グラウクの植生の減少、水位の変化、油田開発、食用の採集などによる影響が懸念されている。ありがとうございます。